松潤さん、メッセージありがとうございます。今日はピアノではなくて緊急事態宣言についてちょっとお話ししましょうか。で、この緊急事態宣言、関東1都3県にとどまらず、大阪、兵庫、京都、愛知、そして北海道の方でも緊急事態宣言の該当地区にするべきだというふうに各知事が要請してるみたいなんですよね。で、ここにね、広島も入るんじゃないかなと思うんですよ。実は広島って結構ね、感染率高いんですよ、多分今挙げた都市の次ぐらいなんじゃないかなと思います。で、結局関東の1都3県と広島とそして関西、北海道を合わせると全部でね、人口的には6000万人を超えるんですよね。だから日本の人口の半分が緊急事態に入るということで、実質的には全国的な緊急事態宣言になってしまうんじゃないかなと思いますね。そうなると結局単独の店舗の自粛要請では足りなくって、複数の業種が営業をやめるとかね、それこそトラックも動かなくなるし、素材を供給する食料品業界とか卸とか、それから生産地にも影響があるでしょうね。あと店舗が閉まるってことは、おしぼりですとかその店舗への広告ですとか納品ですとか、さまざまなものがストップします。当然ですけども従業員さんにもダメージはあるでしょう。ということで1店舗あたり6万円っていうのはですね、一部の小規模店舗を除いては全然足りないことになりますし、その店舗さんに納品している業者さんに言わせると全く手の届かないようなね、保証なんじゃないかなと思います。商売っていうのはここに店舗があるとしたら、店舗を支えるために複数の業者さんがいらっしゃいますよね、何重にもわたって。ですので、そういうところ全てに影響があって、例えばね、酒屋さんから酒が売れなくなるっていうところも結構大きいんじゃないかなと思うんですよ。だって最前線の店舗でお酒が売れないわけでしょ。じゃあどうやったら、酒屋さんっていうのは売り上げ伸ばせるんですかとかね、あとお酒を作ってる、そういうところもありますよね。本当は計り知れないですよね、影響はね。で、なんですかね、インターネットでそのライブ飲み会みたいなのがありますよね。じゃああれもどのぐらい使われるのかってことですよね。さすがになかなか厳しいんじゃないかなと思います。それ以上にね、ちょっと言うことないですね。でもこれみんなで乗り越えないといけないところではあると思いますけども、今一つ国の施策が後手後手で、あの勝負の3週間っていうのは一体何だったんだろうかと。勝負に乗り切って勝ってね、明るい年末年始を迎えるんじゃなくて、敗北の徹底的に負け越した後で、もう敗戦処理も何もないままで、これ以上何をねやることがあるのかなと。で、はっきり言って今感染防止対策が成功するんだったらもっと早く成功してるし、それからね、全てはですね、出始めにもう最悪を想定して最善を尽くさなかったっていうところに敗因があるんじゃないかなと思います。というところで今回のお話まとめますけども、最悪を想定して最善を尽くせってことでしょうね、きっとね。多分ピアノのコンサートでもちょっと言えると思いますけども、ライブでもね、音楽のライブでも最悪の場合を想定していろんな準備をすると思うんですよ。それが最悪を想定して最善を尽くすということだと思うんですよね。ですので楽観論だと最善は尽くさなくなっちゃいますんで、最善を期待して最悪の準備になるってことになるんじゃないかなと思うんですよね。ということでまとまったかなと思います。今回の日本政府の対応っていうのはおおむね、楽観論に過ぎて、そして対策が遅れて、後で火消しがね、なかなかうまくいかなくなっているというところなんじゃないかなと思います。国民もだいぶ信頼を失ってますしね。国が言ったからって本当にそのまま素直に言うことを聞くのかなってところもあります。はっきり言って今までなくなっていた店舗さんもありますからね。だからそういうところにはなくなった後での保証っていうのはないわけですから、なんとも言えないですね。じゃあ今日はこんなところで、松潤さん、ご安全に。